はい、こんばんは。今日もね、ギターのお話をさせてください。本日ご紹介するのはこちら、2020年製のギブソンレスポールです。こんな感じですね。09から始まる弦を使ってたんですが、ちょっとやはりテンションが弱いのと、あとどうしても弦が細いんでメンテナンスサイクルが早くなるんですよね。なので思い切って10の若干太い弦に変えました。でなぜ変えたかというとですね、僕が弾いてるクラシックギターの、弦が5弦をですね395Hz に合わせてるんですね。この音です。で若干テンションを弱くしてるんですね。でなぜかというとその方がギターの弦が長持ちするんですよね。でこういった、チューナーを使いまして、5弦を G に合わせてます。G なんで約 395Hz になります。簡単にねこういうクリップ式のチューナーで、5弦を弾いた時にG を指すように。で、1音ずつ下げてるんで4弦は C、 3弦は F、 2弦は A、 1弦は D で、6弦も D に合わせます。そうすると全体的に1音ずつ、通常のチューニングより音が下がります。何が起こるかというとちょっと音が柔らかくなります。全体にこうキンキンしがちなエレキギターなんですが、全体的に1音下げることで音が柔らかくなるんですよね。ちょっと雰囲気変わるじゃないですか。一般的な440だとちょっと耳にキーンってくるんですけど、1音下げることでこう柔らかい感じになります。そういう効果を狙って、10の弦を張って 1.0 ミリですね、ライトゲージと呼ばれるものですを張って、全体的に、ね、ギターのテンションを弱くしています。そうするとこういったね柔らかい音になります。ちょっとねいろいろ、テンションがきつくてどうしようかな、ちょっと弾きにくいなと思っている方はねぜひトライしてみてください。すごくギターが弾きやすくなると思います。で特に10と09だと張り替えてもそんなには差は出ませんので、ぜひトライしてみてください。ではねまた次の動画でお会いしましょう。ギターはねとっても楽しい楽器です。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。 See you soon です。